するとまあ牽制球をやっぱり投げるでしょ、はいはい、その極意というかその牽制のコツの部分というのはどうですか。そうですね、まあ、やっぱり間合いが結構大事 で、うん、でまあ、傾向的にはやっぱり速いカウントが多いんで、うん、そこだけを気をつけて、うんうん、そこだけをこうしっかり牽制を入れとけば、うん、なんとかなるかなっていうイメージでありました。牽制の極意っていうのはじゃあ早めにやっぱりランナーに警戒心が来るぞっていうようなものを植え付けるっていうのが牽制の一つの、はい、そうですね、まあ、やっぱり牽制があるっていうのを意識させなくてはいけないので、うん、それをいかにさせるかって感じです、ね、いくつか速い牽制遅い牽制とか、はい、何パターンかやっぱり持ってたんですか。そうですね、殺しに行く牽制と、うん、まあ、あとはダミーの牽制と、うん、まあ、あとはどっちだか分かんないけどクイックしとけばなんとかなるのもありますし、マウンドから見てたらやっぱりそのランナーの様子はもちろんいろいろ分かるでしょうけど、はい、どういうランナーが嫌なんですかそれは。そうですね、もうこうもう走らない素振りしてるっていうか、だいたい顔見れば来るのか来ないのかってなんとなく分かりそうなんですけど、うん、全く読めない選手もいるんですよ、うん、やりづらいですね、まあ、牽制っていうのは何パターンかしっかり持ってた方がいいと思うんで、まあ、ノーマルの普通の牽制や、まあ、クイック牽制あるいはこうプレートを外した牽制、うん、あとは、まあ、牽制ではないんですけど、まあ、牽制を投げるつもりでホームに投げるっていう、本もあるんで、まあ、いろいろ、見せたいと思います、まずはノーマルの牽制を投げます。これはもうランナーが戻る設定なんで全然アウトにする牽制ではないので間合いを見たりランナーの動きを見たりする牽制です。この牽制と、まあ、同じような感じで、ホームに投げるふりして牽制をするっていうパターンもあるんで投げたいと思います。このポイントは、まあ、足は、まあ、45度以内に入れなくちゃいけないので、まあ、それ足はしっかり踏み出さなくちゃいけないんですけど、この腕上半身はなるべくホームに投げるつもりで、腕をホームの方に出してください。でもう一つこのプロのコツっていうかそれはですね、まあ、この45度に収めないとボークになってしまうんで、まあ、なるべくならホームに投げるフォームを見せたいわけじゃないですかランナーは。なので45度よりちょっと出ちゃってもごまかすっていう大丈夫ですかねこれはテクニックなんで、45度よりちょっと出ちゃうかもしれないんですけどそれをバレないようにする方法もあるんで、見てください。前に歩いていくっていうスタイルなんですけど、なるべく投げたらもうファースト側に降りる、止まってない、それが大事なんで、っていう感じです。なるべくホームに投げるっていうことを見せなくちゃいけないんで、そこをしっかりと意識してください。あとは結構大事なのはクイック牽制ですね。クイックモーションで牽制をすることも結構ランナーが嫌がるんで大事だと思います。クイック牽制のコツはですね、まあ、まず構えてでホームに投げるときは多分ホームを絶対見ると思うんですよね。このタイミングでクイックをしながら腕だけは下に下ろさないでコンパクトにトップを作る、これが大事だと思いますですね。
はい、あとは、まあ、左ピッチャー特有の牽制なんですけど、まあ、軸足を外す、外して投げる、これは結構練習しないとできないと思うんで、しっかり練習してください。あと牽制で大事なのはやっぱり悪送球っていうのが一番リスクが高いんで、牽制するときはしっかりと、練習して牽制が完璧にできるっていう状態で、投げてもらわないと、いけないと思います。一塁牽制っていうのは基本こうアウトにするもあるんですけど、まあ、バッターとの間合いも外すとか、あと相手のベンチの動きを見たり、そういうのもあるんで、一概に全部殺しに行ったりする必要はないと思います。今まで、まあ、野球やっててこう一番牽制が上手い選手だなと感じたのは、メジャーリーガーのアンディ・ペティットっていう選手なんですけど、彼は本当なんていうんですかね、こうホームに投げるホームに投げるホームと、まあ、ファーストに投げるホーム全く一緒で、首の動きも一緒で、彼のやっぱり一番のポイントは意外とこの体重が一瞬だけホーム側に行く、一瞬だけホームに行ったら多分ランナーはホームに投げるだろうっていうことで出てくると思うんですけど、その一瞬だけ体重を乗せながらファーストに投げるっていう技術があったんで、すごい上手でしたね。まあやっぱりホームに投げるとファーストに投げるホームを一緒にしたら結構ランナーは嫌がると思います。まあ、あとどうしても上のレベルになってしまうと、左ピッチャーの場合は、ピック位置で動いてくるっていうか、ピッチャーが動いた瞬間に牽制だろうがホームに投げるだろうが、まあ、走ってくる場合があるんで、意外とそのクイック牽制、もうバレバレでもいいから足を動かして投げるっていうのも結構ランナーには嫌だと思いますね。まあ、あとは言い方悪いですけど、餌をまくっていうか、自分の牽制はこういう牽制しかありませんよっていうのを見せて、ここ一番で違う牽制を出すっていうのがポイントだと思います。まあ、その一番殺しに行く牽制っていうのは最後に取っとく、それまではずっと同じような牽制、簡単な牽制だなっていうのを繰り返してランナーを誘い出すっていうのは結構重要だと思います。